Peggy 16.今回の、モンスターハンターワールドなんですけど、テーマとなっている、今の最新技術を使ってもう一回モンスターハンターを、構築するというところのテーマっていうところに関してですけど、やはり今の最新技術っていうことイコールやはり今最新技術で作られている他のゲームですね、他のゲームと比べても遜色がないようなゲームを絶対作るっていうところがやっぱりテーマとしてもありまして、ここでその最新技術を使ってモンスターハンターの世界を描く、そして、今までシリーズ続けてきましたけど、もう一度今までプレイされた方も、ワクワクする感覚を再度持ってもらってプレイしていただきたいっていうところをすごく、強く持って制作しているタイトルです。最初に、プロデューサーの辻元さんから、Xbox One PS4 で次世代のモンスターハンターを作ってほしいと言われた時に、僕の中で、思い浮かんだのが、初代のモンスターハンターのプロモーション映像を見た時でした。僕それ学生の時に見たんですけれども、そのモンスターとプレイヤーの骨太のアクションが面白そうだなってところと、もう一つモンスターを単なる敵ではなくて生態系の一部として描こうとしていることにすごくこう感銘を受けたんですね。ですので次世代のモンスターハンターを作ろうと思った時にその原点に立ち返って、もう一回その生態系というのをしっかり描きたいというふうに思いました。一番最初に、このプロジェクトが立ち上がった時に、このパワーのあるハードで自分たちが何をしたいのかっていうのを一番最初にそのプロトタイプを作った時があって、いわゆるモンスターハンターとしてのこう武器のアクションであったりそういったものはまだ全然実装されてなくて、今その本当にフィールドの中にプレイヤーが立ってて、でいろんな生き物がいて、その空間の中を歩いていっていろんなものを探しながらこう巨大なモンスターまでたどり着いて、そこからそのモンスターとのやり取りでこうどんどん展開していくっていう、本当に今の武器アクション以外の部分っていうのを何が自分たちが作りたいのかっていうのを見定めるためにもやったプロトタイプがあって、シームレスなフィールドの中に入っていってモンスターの痕跡を見つけて、その目標のモンスターを見つけて、そのモンスターを環境とか他のモンスターとかも利用しながら追い詰めていこうというようなプロトタイプだったんですけども、武器を使わなくてもこれだけ面白いものが作れるっていうのが、プロトタイプで、が完成させることができました。すごくそのここまで自分たちの力でやれたっていうのが一つ形になった瞬間があって、でもすごい自分たちの中ではすごくそれがなんていうかな、一つのすごい成果、宝のようなものになってて、僕の中でもすごい大事なものとして今も残っています。今回のこのモンスターハンターワールドのチームの構成なんですけど、今までもちろんモンスターハンターを作ってきたメンバーっていうのも多く入れてますが、若いメンバーですね、若いメンバーも今回かなり入れてます。で若いメンバーの人たちらの、今考えるゲームの作り方であったりとかですね、ゲームの思考であったりとか、そういうのもですね融合しながら今回モンスターハンターワールド、作っております。チームの規模に関しては今までのモンスターハンターのシリーズでも、最大の規模での、ゲーム開発の人数がかかってます。今回いつもよりもですねかなり大人数のプロジェクトとなってますので、もちろんチームマネジメントっていうのもすごく重要になってます。ディレクターを中心として、各セクションのユニットっていうのも今回作って制作しております。その関わる人たちでチームユニットを組むので、その中で多分ユニットリーダーっていうのが当然、そのユニットが作られた時に、指名が入るんだけど、やっぱそこはそのユニットに関係してる人たちで、誰がそれを主軸になってやっていくかっていうのが決まるので、本当に若い子でもリーダーをしなくちゃいけなかったりとか、そのユニットを回すためにリーダーをしなくちゃいけなかったりとか、本当に特段みたいなディレクターがそのユニットに入ってて、その特段ディレクターがリーダーをする瞬間があったりとか、
いろんな形のユニットが存在してたので、まあその若い子なりにそういうリーダーを経験して、少しでもそういう人と関わりを作りながらそのミッションを達成していくっていうのを経験できること自体もすごく有意義な、ものだったと思います。まあ、僕自身本当にモンスターハンターファンですし、モンスターハンターをずっと作り続けてきた人間ですので、今までのモンスターハンターシリーズのファンが、まあアクションの面白さだったりそういうことを期待しているということも分かっています。ですので、アクションの楽しさ、今までのモンスターハンターを知っている人たちにも、今まで進化した遊びっていうのを提供できていると思ってますし、また新しく入る人たちにとっても、まあ、僕が最初にモンスターハンターのムービーを見た時のような、新しいゲームに接するような驚きを持って遊んでもらえるようなタイトルになっていると思っています。このモンスターハンターワールドですけど、ようやくプレイヤーの皆さんのにお届けできるタイミングが迫ってきましたけど、ここに来るまでですね、本当に数年間かかっておりますし、今回のプロジェクト本当に多くのスタッフが関わってですね、そのスタッフたちらがですね、皆様に最高のものを届けるためにですね、かなり頑張って日夜頑張って作ってきた作品で、必ず皆様に楽しんでもらえるようなですねクオリティになったと自分でも思っておりますので、発売したらぜひこのモンスターハンターワールドたっぷり楽しんでいただけたらと思います。